1995年に JGTC に参戦するために3台だけ特別に作られたのがディアブロ・コルサだ。日本のモータースポーツがきっかけとなってエボリューションモデルが登場したのは極めてレアなケースであった。 GT マシンへと生まれ変わるために装備の削減と軽量化が施され、これをベースとしてノマド・ディアブロのレース活動が始まったのだ。 JGTC は FIA GT よりもはるかに改造範囲が広く柔軟なレギュレーションを持っていたため、ディアブロは年々進化を遂げた。翌96年にはアンダーステアとフロントタイヤの摩耗を抑えるためフロントセクションを全面的に変更し、ワイドトレッドと新しいフロントサスペンションが与えられた。その後もパワートレインの低温とかや冷却系の全面的な見直しなど大幅に改善が進められ、最新メカニズムへのアップデートを繰り返し、ついに2000年、その最終形ともいえる完成度の高さを見せたのである。この年のノマド・ディアブロは古谷直弘と高橋剛のドライブにより時として日本の三大ワークスに迫るパフォーマンスを見せた。トランスミッションはヒューランド製の6速シーケン車、カウンタックから受け継いだ V 型12気筒のエンジンは6リットルの排気量が与えられた。ディストリクターにより市販モデルよりもわずかに低い550馬力へとパワーがセーブされたが、それでも GT500 クラス最強のパワーと突き抜けるようなハイトーンのランボルギーニ12気筒サウンドは多くのファンを生んだのである。